えてくるまっすぐな道、忘れないよこの道を、パトラッシュと歩いた空に続く道を。苦労か。寝るはまだ寝とるよ。パトラッシュは優しいネロの家にいることがまだ信じられませんでした。すぐにでもあの恐ろしい金物屋の主人が出てきそうで、とても不安だったのです。おはよう、おじいさん。おはよう。おお、だいぶ良くなったらしいな。パトラッシュ、何を怖がってるの？おじいさんじゃないか。よっぽど痛めつけられたんだな。まだ人間が信じられないんだろう。スープを用意したから飲ませておやり。わしは出かけるからな。うん。いってらっしゃい。ああ、まだ起きるのは。ゆっくり休んでていいんだよ。さあ、お腹が空いただろう。お食べ。来られなかったの。いいんだよ。ほら見てごらん。あら、元気になったのね。うん、もう大丈夫さ。よかったわね。おはよう、パトラッシュ。私ごちそう持ってきたのよ。ほら。うわー、すごいや。ありがとう。おいしい干し肉よ。どうしたの、パトラッシュ。僕がやってみるよ。ソラ、パトラッシュ。
私があげるわ。どうして私じゃ食べないの？まだ慣れてないんだよ、きっと。パトラッシュ、アロは友達なんだ。僕の一番の友達なんだよ。はい、パトラッシュ。食べた！食べたわ！うわあ！死にそうだったなんて嘘みたいだわ。さて、干し草を取り替えてやらなくっちゃ。そうね、ふかふかのお布団を作ってあげましょうよ。うん、ぬれっとおばさんに頼んで干し草をもう少しもらってこよう。うん。おはようおばさん。おはよう。おはようございます。おはよう、アロア。おばさん、また干し草もらっていい？ああ、いいとも。本当に仲がいいね、あの二人は。よいしょ。袋をどいて、どいてったら、もう袋ったら。わ、袋ったら。なんだいこりゃ。くろ！おかしい。さあ、アロア。うん。おばさん、ありがとう。はいよ。になってまた眠くなったんだよ。寝かしときましょ。うん。クロ！クロ！こら！静かにしなさい。パトラッシュが起きちゃったじゃないか。おっと。パトラッシュを寝かせてあげようかしら。さあ、おとなしく水浴びでもしてるんだよ。お待ちど。あれ？アロア、何してるんだい？ねえ、ここからいい風が入ってくるわよ。ここのところにベッドを作ってあげましょうよ。ベッド？そうよ、ここのところにベッドを作るの。だってパトラッシュ地べたに寝ちゃ暑いでしょ。上の方が風が来て気持ちがいいわよ、きっと。ベッドか、いいね、素敵だよ。そう思うでしょ、ネロも。よし、早速作ろう。まず材料を集めなくちゃ。素敵なベッドを作ってあげるからね。これだけあれば足りるかしら。パトラッシュは大きいもん。これだけじゃとても足りそうもないや。でも、この辺じゃもう見つからないわ。そうだ。僕、裏の林に行って小枝も集めてくるよ。じゃあ私も行く。一人でいいよ。アロはパトラッシュのそばにいておくれよ。ね。大丈夫よ。よく眠っているわよ。で、よく眠ってるでしょ？うん。じゃあ急いで行ってこよう。行かないよ。パトラッシュはまだ立てないんだもの。そうか。でもベッドを作って寝かしてやればすぐ良くなるわよ。さ、急いで木の枝を拾いましょう。
あ、すぐ眠くなっちまってちっともはかどりゃしないね。また抜け出したね、クロは。しょうがないね、この暑いのに。うるさいよ、クロ。納屋の中に何かいるのかい。ネロ。あ！おばさん、パトラッシュ、パトラッシュが立ってる。パトラッシュ、元気になったんだね。よかった、治ったんだ。パトラッシュ、パトラッシュ、よかった。よかったわね、ネロ。うん、パトラッシュ、おめでとう。一体どこの犬だい、その大きな犬は。ネロの犬よ。パトラッシュって言うんだ。パトラッシュ、隣のヌレットおばさんだよ。いやだよ、私はそんな大きな犬は。でも、どっから連れてきたんだ。町の近くの運河のところに倒れていたんですって。金物屋のおじさんに捨てられたんだ。へえ、それで拾ってきたっていうのかい。クロ、パトラッシュは僕の家族になったんだ。仲良くしてよ。クロ、およし、食べられちゃうよ。クロ、おやめて。生まれてからずっと金物屋の主人にいじめられてきたパトラッシュは、まだ人間は恐ろしいものだと思っていたのです。なんだ、大きなくせに気の弱そうな犬だね。気が弱いんじゃなくて、おとなしいんだよ、きっと。そうかね。どっちでもいいけど、犬とアヒルが仲良くできるかね。クロ、いつまでも調子に乗ってると、ガブリとやられるよ。さ、行こう。おや、お昼だよ。さあ、クロ、お昼ご飯にしようかね。アロアはまだ戻らんのか。ええ、今日はお弁当を持って行きましたから。昼食には必ずうちに戻るようにといつも言っとるじゃないか。ええ、でも昨日町に行ってしまって行けなかったから、犬にあげるパンと一緒にお弁当を持たせてやったんですのよ。お前はまだ分かっとらんようだな。わしが忙しいからアロアのしつけはお前に任してあるんだ。アロアのしつけはこの小手付けにふさわしくきちっとやらねばいかん。この小手付けは少なくともこの村では旦那と呼ばれる一番の家だ。その旦那の家の娘がそこらの息子や娘と同じようにしつけ一つ行き届いていないようでは、人前に出した時にわしの対面にも傷がつくというものだ。すいませんでした。でもアロアはまだ子供ですし、子供は子供らしくと。
だからって気ままに育ててるつもりはありませんけど、いつも一緒に遊んでるネロはとってもいい子ですわ。ネロ、町の子供ならどんなことがあってもきちっと昼食の時には送り返すことぐらいはするぞ。わかりましたわ。これからは気をつけますから。食べちゃったの？まあ早い。でもよかったわね。すっかり元気になったんだわ。よかったな、パトラッシュ。さあ、ご飯が終わったらベッドを作らなくちゃ。うん、急いで作らなくちゃ。あるあったら行儀悪いぞ。平気平気、パパも見てないし。一丁上がり。さあ、そっちの棒貸して。はい。大丈夫かい？大丈夫。さあて、柱と枠ができたぞ。これなら大丈夫だぞ。もうちょっと待っててね。パトラッシュ、素敵なベッドを作ってやるからね。もうじきだってさ、パトラッシュ楽しみでしょ。アロア、今度は干し草頼むよ。はい。まあ、よく膨らんで気持ちよさそう。あったかい。敷くんだよ、広げて。パトラッシュの枕よ、もっと大きく作んなくっちゃ。犬は枕なんかしないよ。枕しないか。うん、犬はしないよ。さあ、これでできたぞ。ねえ、ちょっと乗ってもいい？うん、いいよ。そっとだよ。うん、大丈夫よ、ネロ。よし。あー、いいや。ねえ。ねえ、パトラッシュ、お前も乗ってごらん。さあ、これはあんたのベッドよ、いらっしゃい。さあ、パトラッシュ、早くおいでよ。早く早く。とってもいい気持ちよ。よし、ここに乗るんだよ。みんなで乗れるから大丈夫だよ。おいで、パトラッシュ。もう一息よ。さあ、思い切って。さっと。上がったどうだ、いい気持ちだろう、パトラッシュ。ここで寝るのよ。どうしたんだ、大きな音立てて。
急げ、急げんかい。やあ、今帰りか。へへ。犬が変わったな。パトラッシュはどうした？あいつはもうお払い箱にしたよ。あんたは使い方が激しいんだよ。冗談じゃねえ。あんなに可愛がってやったのに、もう後で返しやがって。あれがパトラッシュの主人か。もしパトラッシュが見つかりでもしたら。さあ、パトラッシュ。今度は大丈夫だよ。パトラッシュは重いんだもんね。こっちの方がいいわよね。もうそこは抜けないからね。今日からここがパトラッシュの寝る場所だよ。おじいさん、おかえりなさい。いやになったのか。パトラッシュ吠えた吠えた、パトラッシュが吠えた。吠えたパトラッシュが吠えた。吠えたよおじいさん。じゃあね、パトラッシュ、おやすみ。お前のベッドは向こうだよ。パトラッシュ、そこに寝かせておやり。ネロのそばがいいんだよ。せっかくベッドを作ってやったのにさ。パトラッシュには柔らかい干し草の上よりもネロのそばの方がずっと寝心地が良かったのです。とアロワはすっかり元気になったパトラッシュと一日中遊び回りました。そして次の日の朝、おじいさんの車を押しながらパトラッシュと初めてアントワープの町へ出かけて行くのでした。ところがネロたちが町の入り口に着いた時、一人の商人からあの金物屋が町に来ていることを知らされたのです。次回、フランダースの犬、思い出の鈴、お楽しみにね。